せなせあなたは綺麗になりたいの、その目を誰もが見つめてくれた泣きの夜は気ままにあなたを踊らせるだけ、恋の予感がただ駆け抜けるだけ。揺れる瞳濡らした
憧れがただ飛びつけた唇が狂い出し寂しさを切り刻む今しめにまた舌を噛む愛しているよと言っても愛は壊れるの何もできないままで君は泣くくせに訳もなく抱く女見損なう僕までが誰なのかまだわからない愛されながらもいつか何を疑うの一人許せもしない罪を怯えてる
できるだろう。あの空は、あの風は、今も胸に限りなく温かい。あのI'm a crazy man.
ゃくなって
優しくする、どんな言葉も聞こえないほどに見せられて、 Tonight 熱い吐息が胸をほどいてゆく、いつでもなぜ愛しいのに震えてる、あなたにあげられるのはもうぬくもりだ、二人でいるだけ。
ばにいるというのに悲しくさせるなら見つめないあなたのその綺麗なまばたきに Goodbye のスペシャルトーク。お二人の出会いはいつ？要するに僕らって安全地帯っていうのがあって、これね、もうすぐ35年なんですけど、デビューしてバンド組んでからもう45年ですからね。だからアマチュア時代からね。ね、すごいですね。だけどあなたには俺24歳の時に作ったやつ。私、あなたにがリリースされた年に生まれたんです。あ、そうか、ね。だからあなたにと同い年。あなたにと同い年。そう。いいね。安全地帯、ちょっとこう勢いついてきて、世の中に私が知られた頃に、まあ僕らの大先輩だけども、大香ちゃんのお父さんとか、平原誠さん、まあサックスだけどね、出来名さんが入ってくれて。はい。それなんですよね、まあ出会いっていうか、ちっちゃい時に会ってるよ、俺。そうなんです。というのは、抱っこしてんじゃないかな、俺。そうなんです、抱っこされたんです。武道館で安全地帯のコンサートがあった時に、父のねに会いに楽屋に行って、玉木さんに会いに行こうって言って父と一緒に行って、で抱っこしてくださって、そうなんです。私恥ずかしくて寝たふりしたんです。寝たふりした。そんなお父様との思い出の写真を用意しました。そう、みよん、あんだ。そうなんです。俺と平原さん。あ、本当だ。平原さんでしょ。平原さんで、これ俺だね。これは、まあ、変わんないね、俺ね。要するに。ここどこですかね。ご自宅じゃないんですか。いやいや、俺んちこんなんじゃないけど、うちのおふくろたちがやってたカラオケ、セーフティーゾーン玉木かな。セーフティーゾーン玉木っていうね、カラオケスナックやってたんだよ。へえ。それあれよ、カラオケボックスじゃなくて、みんなお客さんのこといる中で歌うんだよ。ね、そこかもしれないですね。そこかな。それか全然違うどっかのお店で、平野さんと俺がランチキ騒ぎをしてるのかな。違うよね。そんなことはないね、これ。続いて、平原から玉木にお願い事があるそうですよ。ずっとやってみたかったこと、そして、父がね、工事はすごい、工事はすごいってずっと、もう私ちっちゃい時から、もう今でもそうなんですけど、聞いていて、もし機会があれば、浩二さんにこう生で歌ってもらって、その時に、浩二さんはもう背中とか胸とか体全体に声が響いてるんだって。ぜひ背中に耳を当てて、耳を当てて聞くと絶対勉強になるよって。本当？はい。だから当てていいですか？いいよ。だから歌うってこと？俺。そう。なんかこう胸に響かす感じとか、やっぱ背中とかも、玉木さんは、こう、なんか多分ふくらはぎとかからも声が出てると思うんです。リクエストが、ワインレッドかフレンド。ワインレッドかフレンド。ワインレッド行ってみようか。はい。ワインレッドあんまり歌ったことないからね、アカペラで。もっと勝手に、恋したり。わかる？もっとキスを楽しんだり、忘れそうな思い出をそっと抱いているより、
忘れてしまえば。わかる？すごい。多分歌のテクニックとかそういうのはもう好きな人は持ってるし、持って生まれたものだろうから、彩香ちゃんとか俺なんていうのはあるんだろうけど、こっから先なんだよね、なんか思いっていうか、うん、例えば声が静かだろうがバッだろうが実は同じなんじゃないかなっていう本当に感じがして、こっちこって喋ってる感じでもうビンビン伝わってるんじゃないかなっていう、うん、でもすぐ俺なんかあの歌ってる方、歌いながらも自分で来ちゃう方なので、あのガンガン歌ってる時って実は泣きそうになってるんで、シャンプーして歌ってるっていう時が多い。大丈夫な時は柔らかく実は歌いたい、なるべく。でも柔らかく歌ってると泣けてくるんだよね、あのお袋のこと思ったり、あの昔一緒にやってたあのメンバーのこと思ったりとかさ。さて次の共演曲はジャズの名曲スペイン。平原が即興で歌詞をつけて歌っているのを見た玉木さんからのリクエストです。私が最初にこのチックコリアのスペインをカバーした時が、ベースの岡田二郎さんという方と、一緒にデュオで初めてチャレンジして、まあ、そこでボイスパーカッションとかやったんですけど、それを見てくださったってことですね。それで、はぁと思って、え、これ彩香ちゃんかって言って、うん、見てて、なるほど、これをやろう。だからびっくりしました。玉木さんからスペインのリクエストが来てるって思って、うん、玉木さんでしょ、なんでって思ってすごい嬉しくて、あの曲はテレビでなかなか歌えないんです、うん、ねえ、アーヤゴって呼ばれるね、あのスキャットの話なんですけれども、玉木さんはずっとそのデモをね、撮るときとかレコーディングするとき歌詞がついてないときにもタンマ語で歌っていらっしゃったんですもんね。そうそう、ほとんどそれで撮って、それでもね、何回も聞くとね、ちゃんと言ってんの意味を、自分のデタラメっていうか好きに歌ってるのを何回も聞いて、それが詩になってくるの。一緒です。本当だよ、うん、レルナーレルウィーレルナーラルネ、いつか君に会いたくなってって、そのやってるの聞いて、いつか君に会いたくなってたとか、あと、ということはその前は会えなくなってたってだんだんなってくるの。わかります。そうだから玉木さんがあーや語で実は歌ってるんですって言ったら、あ、デタラメでいいんじゃんって、うん、そうそうそう、ぜひ、じゃあ俺もじゃあちょっと参加しつつそのスペインをやってほしいってことでさ、はい、今回実現するってことでやってみます。さすが玉井君、これでしょ。あんなにも好きだった君がいたこの街に、今もまた大好きなあの歌は聞こえてるよ。いつも優しくて少し寂しくて、あの頃は何もなくて、それだって楽しくやったよ。メロディー泣きながら私は幸せを見つめてたよ。懐かしいこの店の隅っこに置いて寄せ書きの味の本、君と書いたピースマーク。
それだけで楽しくやったよ。メロディーいつの間に大切なものなくした。それだって楽しくやったよ。メロディー泣きながら遠い空流されても君のこと忘れないよ。いつだって楽しくやったよ。メロディー泣かないで あの歌は心から聞こえてるよ。ありがとうございます。ありがとう。
なら心でありがとうって愛して愛されて最高です、最高でしょう、ダイヤモンドの気分になってピカピカで愛し合えたら夢見る頃に二人ともその目その手その顔すべて輝いて、バックミラーにきらめく街はシャンデリア、月の砂漠は夜の果てまで二人きりさ、この目この手この顔すべて輝いて、唇合わせてあなた、どこまで行っても止まんない、何から何まで愛してどんどんとろけて感じて、休まず続けてしびれていたって分かっているからためらわないで、体の芯まで止まんない、氷のルージュで止まんない、これどこそこ愛して肝心がな目で感じて、雨でも風でも濡れてていいんだ、二人のパラダイス、息を走って終わんない、激しく揺らして終わんない、全てを忘れて愛して今夜は素敵なホリデー、髪にも胸にも天使が飛び交う世界のパラダイス、最高でしょ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 、マリオネットを操る君の指先でたどり着くまでやめずにもっと動かして、その目その手その声すべて輝いて、最高でしょ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 、目から覚めたら、もうマンデー、一人で遊ばないで。
つまでもずっと離さないで、
けを